あるところに、四国メタンという、おばあさんがいました。メタンは重い障害を抱えており、働くことができません。お腹が空くと、近所の家々を回って、食べ物を分けてもらえないか、頼むのでした。なんだ、ばあさんか、また来たのかい？はぁ、はわわ。あのさ、ばあさんさ、一回二回ならわかるけど、こう何度も来られたら困るんだよ。うちだって余裕はないんだからさ。はわわ、はわわ。ダメダメ、他の家に行ってよ。じゃあな。はぁ、はわわ。この日は朝から晩まで、100軒以上の家を回りましたが、なかなか食べ物を分けてもらえませんでした。はぁ、はぁ。仕方がないので、一度行った家にも、夜を徹して繰り返し訪問し、何度も何度も哀願したのでした。まったく、しつこいばっさんだな。も。ばあさん、いいかい？これが本当に最後だからね。ご近所や他の家族には絶対に言うなよ。は、は、は。そうしてようやく、冷たいおにぎりを一つ、恵んでもらうことができました。はうわ、はわうわ。どんなに不景気でも、優しい人はいるものだ。メタンはとても心が温かくなりました。メタンにとって、このおにぎりは、人の優しさの詰まった。幸せの塊なのでした。と、同時に、もうそろそろこの町にはいられない、とも思うのでした。そうしてメタンは、夜明けとともに、次の町へと旅立っていったのでした。それはぬくもりと幸せを求める、果てしのない旅なのです。次にメタンばあさんが訪れるのは、あなたの町の、あなたの家かもしれません。めでたし、めでたし。